どうもおじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもおじさまです。今日はアンラベルの実況プレイしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今日は穴に落ちて、はい、毛糸の猫ちゃんを操って、ここの家の家主ですかね、主人の思い出を集めていくというゲームになっております。内容はですね、ちょっと頭を使うアクションゲームになっております。さあ、穴に落ちて、前回はねレールを外れてというお話でしたね。カラスが後ろにいるな。ん？今回は森のスタートみたいですね。ふいふいふい、美しいね風景と、雨が降ってきた。雨降ってくのは初めてですかね。美しい風景と、おお、まあ、ヨーロッパの、おお、めちゃめっちゃ不安そうな顔してる。うわ、めっちゃ寒そうにしてるんだけど、うわかわいそう。はい、わあ、腰抜かしてるやん。めっちゃかわいそうや。この猫ちゃんが主人公なんですけどもね、名前はヤーニーというそうです。はい、あ、毛糸がない、よいしょ。はい、毛糸がなくなるとね、エネルギーがなくなって進めなくなってしまいます。このようにね、落ちている毛糸を集めて次を目指すと。めっちゃ寒そうにしている、かわいそうやわ。雷怖いんですね。あ、思い出、あれ、なんかレスキューみたいなのされてる感じですね。よいしょ、よいしょ、これで上届くかな。よし、届きましたね。結ぶことによってね、このように大ジャンプできるようになったりします。よし、ちょっともういけそうやけどな。なんもねえか。あ、で向こうに渡るんですね。はい、おっと、有刺鉄線が怖い。うわあ、やり直し？よいしょ。このようにね、自分の毛糸を引っ張ってね、はい、戻ったりもできます。よいしょ。あ、たぶんね。これ飛び越えれるのかな？と、あぶね。よし。よし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 、お、はい、よし、また一つ毛糸をつないで進んでいきましょう。とにかくヤーニーがかわいそうだ。あ、進めない。何か取り逃したのかな。何だろう。よし、まだまだ進めそうですね、これで。よいしょ、よいしょ、お、
と何か運んでますね。ガスマスクみたいなのもしてますね。よいしょ、はい、同じようにこれを運んでいくんでしょう、きっと。ウィーッと、こんだけでいいかな。なんかめっちゃ危なそうな感じやねんけど。どうしたらいいんやろな。何すんねやろ。ちょ待って。え、もう一個来たね。もう一個来たんやけど。ちょっと待ってや。死んだし。下のカンカンも潰れとった。ちょっと待ってや。バイバイ。ここまで戻ってこなかったのかな。とりあえずこれはまだ置いといて良さそうやな。え、ほんまに？あ、そんなことなかったな。これはただ登るだけ用なんですね。で、多分だいぶ逃げなあかんっぽいですね。よし、よいしょ。え、そ、こんな来んの？どこまで来んだこれ。あ、びっくりした。おえーよ、よいしょ、超えれそうですね。さあ、もう一つどこ行ったんだ。おお、来んのか。おお、怖い怖い。よし、イエフー。さあさあ、お、ケイトンもあるぞ。うわ、なんか危なそう。臭いって言ってる。進んでいいんかな、分からん。ちょっと待って、ちょっ臭い臭い。ひどい。すごい音した。プシューッて。上を、よし、あれ登れないんやけど、これ失敗やな。あ、おいしょ。よし、いけたいけた。お、お、よいしょ。上以上上はどっちか、どこかなあれ。お、届いた。で、普通にこっちかな。よし。で、よいしょ。これはそのまま届きそうですね。危な。はい。中間セーブーと。これなんやろ。下降りるのも怖いんやけど。なんか持っていくんかな。持ってくんかな。
おいしょ。なんやのこれ、バツって書いてますけどね。上に登るんでしょうね。落としてよかったのかな、これ。落としてよかったですね。届きましたよ。さて、どうしたらいいんだろう。なんかすんのかな。あーあー、ひでえ。ここまでも持っていって、ちょっとね、ないで、あっちにも行けそうやけどな。よし、ないで。こんなんで行けるのかな。一瞬光るな。よし。おお。いいぞいいぞ。よし、順調ですね。お、はい、さあ続きいきましょう。